始まりました、アマチュアチャンネルです。今回はですね、慶応義塾大学経済学部2020年度の問題を分析していこうかなと思いますね。好評ですが、まずね、慶応義塾大学の、経済学部っていうのは非常に特殊なところで、長文自体はですねそこまで難しくないんですよ。ここをむずいと思っちゃダメですからね。慶応の中、総計早稲田を入れたら、優しいんですよ。ここむずいっていう人結構いるんですけど、これ読めるようになってください。何だってはっきりしてるし、主張がもう何かに対して賛成か反対かの人なんですから、すぐにトピックはつかめんですよ。でさらに言うと内容一致があんまない、穴埋めが多いでしょ、だからそこまで苦労しないっていうところなんですよ。なんで、それをまず知っておいてください。しかもね、わざわざこのためだけに書かれた文章なので、解きやすくなってるんですよ。入試として。でまず見ていくと、まず最初の、ただしね、第1問なんかもそうなんですけど、この文法語法的なものと意味の両方を使って解くみたいなね、問題が出てくるんですよ。これは結構厄介だと思いますね。自分自身も、解くときに苦労する人が多いやつですね。特に文脈だけで解くようなやつっていうのは簡単だったりするわけですよ、2番とかさ、4番とか。3は悩んだ人が多いだろうな。そうね、3とか6とかね、悩んだ人が多いよね。逆にね、7とかさ、もう文脈だけでさっさと解けちゃうやつとかっていうのは簡単だったりするわけですよね。8とか9もそうですね、文脈だけで解けるのでだいぶ優しめなんですよ。で、そして、大問2に行って、大問2の方が多分ね、読みづらかったんじゃないかなと思いますね。10とかは文脈プラス文法もね使えるから解きやすいし、11なんか超簡単でしょう。14はね、構文取れなくて悩んだ人がおそらくいるだろうね。これは苦労した人もいるんでしょうね。あとは16とか、これね、入れるの苦労したんじゃない？なんか勇気いるよね、トゥデイ入れるとかね。で17は構文で取れるやつなんで、構文は絶対行きたいですね、取りたいよね。で18、19、20とか、そう、この形式の問題ね、先に見とかなきゃいけないやつですから、大問1の前にこいつの形式がある場合は見とかなきゃいけないんで、大問2のここからね、そう、気をつけてください、受験する人。で次はアクセントね。授業でよくね、アクセント移動が出るから気をつけろって言うんですけど、そうですね、今回も見事にアクセント移動が出題されていましたね。アクセント移動の位置が変わんないやつは一体ドイツだってやつね。SIV のルールと ION のルールでね、すぐに正解はわかるんですけどね。5番にいるこのね、サブシディとかね、サブシディアリーってね、この単語を知らない人が多かっただろうね。これね、授業でやったけど、多分、一般の人は知らないからちゃんと聞いとけよっつったやつですよ。その時にボーっとしてるやついましたけど、ほら、出たじゃん。22はもう無理でしょ。アビューズは知らない人がほとんどだと思いますよ。こいつはもう、捨てもんですね。23のフレイトフライトね。こいつは知ってていいかなぐらいかな。総計だったら。ダイモンさんは、このね、サブシリーズが思いっきり問われてて、サブシリーズの意味知らなくて、破綻みたいなね、やつが出ちゃうやつですね。そうね、文法語法と意味の両方から攻めるって感じだよね。やっぱね、25とかそうだよね。これ、超有名ですね。アトリビュートはしょっちゅう出てくるしね。で、26は、くだらない計算、すぐに、できるやつですね。で、文脈のやつはやっぱ簡単だしな。28とかも簡単ですよ。29は無茶でしょ。これはむずいと思うね。30は文脈で簡単に出る。31、2、3ね。これこんなに簡単でいいのかなと逆に悩んじゃいました。こんな楽勝な答えでいいのみたいなね。34は文脈で超楽勝ね。で、35、36ね。アグリー、ディスアグリーね。こういうのね、できてほしいんですよ。やっぱり、内容位置が少ない分ね、でっかい、ものを通ってるやつは確実に正解してほしいなって思いますね。で、和文英訳。今回の問題は、時制がポイントですね。どう考えても、いろんな、こと、過去の話したり、今やってる、そして仮定法でしょ、三つ目が。で、今度はこうするよって未来のことですね。様々な時勢が混在してるので、めちゃくちゃむずいです。これわざとでしょ。どう考えても、こんなに時勢をバラバラにしてきてるっていうのはもう引っ掛ける気満々ですね。ボロボロな人が多かったと思いますね。続いて、ですね。自由英作ね、苦手な人が多いんだけどね、書いてくれてるからさ、本文にね。だから本文がきちんと読めてれば、楽に
ね、アイデアが浮かんでなくても使えるんですよ。その書いてあるアイデアをちゃんと使うってことが大事です。でもね、本当にね、いつも、予備校でめちゃくちゃ持ってくるんですけど、みんなね、書けないんだよね、これね。引用の仕方ばっかり気にしてますけどね。まあ、引用の仕方も実はコツあるんですけど、そこよりまずは書けるようになりましょう。自分の意見をね、最初に書かない人とか本当に多いので、ちゃんと意見書いて、そっから、こうこうこうだから、っていう理由でこの人もこう言ってるじゃないとかってね、やればいいので、うん、で気をつけなきゃいけないのは、そうです、ここに書いてある自分の意見と異なる見解に言及しってやつですね。これ忘れないでくださいね。これ忘れちゃう人結構多いので気をつけることですね。でそれに反論すること、そして引用することですね。ここもね、忘れないでくださいね。これ間違っちゃう人結構いるんだよ、うん、だね。まあ全体としてはそこまで難しくないけど、この単語のせいでね、読めなかったっていう人が出ちゃってるんじゃないかなっていう印象ですね。そしてまあ穴埋めとしては、やっぱ文法語法と意味両方使って解くっていうのが難しい。ただしその代わり内容一致は少ないく穴埋めが多いので、読みに時間はそこまでかかんないんですよ。でしかも文章っていうのはこの入試のためだけに彼らがオリジナルで作ってくれてるものですので、どっかから引っ張ってきてませんので、なのでその分優しくなってるんですよ。受験生のために作られた分ですからね。はい、ということですね。これが慶応経済の今年の特徴だと思ってください。はい、まあね、その和文英訳とか、英文、このね、英作文があるせいで結構毛嫌いされがちなところなんですけど、ね、きちんとできれば長文はね、早稲田なんかと比べたらだいぶ優しいですから、